ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。で、今回ご紹介させていただくお車がこちら、2017年式 BMW M760Li。 そうですね、はいはい、こちらをご紹介させていただきます。はい、はい、吉田さん、もうワクワクが僕止まらないです。ですね、はいはい、ちょっと今回は時間の許す限り、ちょっと石川さんにいろいろ教えてもらおうと思います。細かくね、はい、はい、そんな感じでございます。はいはい、でまず、この760Li のこの名前からもう情報量がすごいんですけど、はいはい、M は、まあ、M3 とか M4 の M ですよね。はい、そうです、はいはい、そして7シリーズ の、まあ、6600cc。 そうです、はい、そして L っていうことはロングボディですね。長いと、長いと、はい、はい、もうとてつもないサイズ感になっております。はい、はい、なんと全長が5メーター超え、5メーター25ぐらい。そうですね、はい、はい、そしてなんか、うん、高さとか幅もなんかちょっと、はい、怒涛のサイズになってるんですけど。そうですね、はい、こんな大きいんですね。大きいです、はい、幅も190ですからね。そうですね、幅も190ってことで、うん、はい、とてつもなく大きなボディで、はいはい、そうですね。そして今回ご紹介させていただくお車がボディカラーがこの紺色、はい、はい、なんかこれもなんかちょっと特殊なインディビジュアルのカラーで、そうですね、はいはい、オプション扱いなんですけど、はい、アズライトブラック、はい、基本はブラックと言われているだけあって黒く見えるんですけど、はいはい、光に当たるとブルーが出てくる。かなりちょっと渋い感じの。そうですよね、はい、だからそう、見方によっては確かにダークブルーというか本メタに近い感じですかね。ちょっとこの大きいボディにマッチしてる、いいと思いますね、はい、すごく渋い色です、ね、そう、高級感もあります。そうですね、はい、じゃあ外観からちょっと、はい、じゃあフロント周りから、はいはい、これはいわゆる前期型っていうことで。そうです、前期型です、はい、こうざわざわさせてない方の、ざわざわさせてない方ですけど、まあそこそこでかいです、ね、はいはいはい、大きめのグリルと、はいはい、グリルもこれちょっとサテンな感じなんですね。そうなんですよ、はい、M760 って実はですね、はい、M760Li、 これ普通の M スポーツのモデルなんですけど、はい、また追加になったモデルで、はい、M760Li エクセレントっていうのもあるんですよ、はい、それは逆に言うとスポーツカーっぽくなくメッキを逆にこう多用しているっていう、はい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 、その名の通りちょっと高級に振った感じの。そういう感じです。なるほど、はい、なんで、基本は760の中でも2つのグレードというか、はい、モデルが存在します、はい、しかしながら、はい、BM ですから、はい、M の名前がついてスポーツタイプじゃないと、はい、あ、なるほど、僕個人的に勝手に思ってますっていうのと、あと、はい、ヘッドライトを見ていただきたいんですが、はい、ここに、はい、当然 LED ヘッドライトです、はい、でブルーのラインが入っていると思うんですけど、はい、これはあのレーザーの、はい、LED ヘッドライト、はいはいはい、通常の760ではない、もっと下の740、750とかっていうモデルになってしまうと、はい、これはオプション扱いです。なるほど、うん、760だと標準装備です。そうですね、クオリティの高いものがついてます。で前期モデル、後期になるともうちょっと、そうです、あれですね、形が違うんですよね、はい、違います。前期の方がちょっと両方グリルもヘッドライトもシュッとしてるっていう。シュッとしてます、はい、うん、だからちょっとすっきりしてて、私個人的には全然こっちの方が好きです、はい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 、うん、そしてやっぱり M の名前がつくだけあって、バンパーもなんかちょっとこう押しの強い、はい、はいはい、スポーツタイプのバンパーになってます。そうですね、はい、やっぱりサテンなパーツがついてたりだとか、うん、はい、以前にも何回か BMW の、はい、高額なモデルで M8 グランクーペとか、はいはい、その辺もご案内してますけど、はい、同じようなこう色使いっていうんですかね。なるほど、はいはい、うん、もう M8 グランクーペも僕結構衝撃を受けたんですよ、あの車は。あ、そうですか、はいはい、速い、快適、なんかこう荷物も積める、かっこいいみたいな。そうですよね、はい、そうきたかと思ってだから今回のこの7シリーズもめちゃくちゃこう、はい、興味津々なんですよ、ね、だから最近の BMW って考えると、はい、コンパクトカーのテイストのまま大きくなった雰囲気、はい、でさらにそれにラグジュアリー要素が加わってるっていう、はい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 、面白い感じがしますね、はい、僕は大好きです、うん、そして土方さん、はい、僕からちょっといいですか、はい、これエンブレム、これ、はい、由来知ってますか。お由来っていうのはこのマークの由来ですか、はい、マークの由来、あ、これはあの、はい、プロペラというんですかね。あ、はい、普通そうですよね、はい、あ、実は、はい、残念な感じ。実はそうじゃないらしいんですよ。なになに、はい、僕なんか車系の最近ニュースで見たんですけど、はい、なんかこれプロペラっていう風に言われてますよね。雲と青い空と、うん、はい、らしいんですけど、はい、なんか違うらしいですよ。何、はい、それも諸説あるらしいんですけど、はい、なんかこれも
ラップ発動機株式会社、うんうん、はい、なんかその BMW の前身のなんかエンブレム、うん、その会社のエンブレムからこれが来てるらしいですよ、二重の丸と、うん、はい、でその プロペラ一切関係ない、いやプロペラはこれ一切関係ないというか後かららしいですよ。あ、はい、でこの白と青っていうのはそのバイエルン、ミュンヘンのバイエルン州のミュンヘンじゃないですか、そのバイエルン の, なんかその 紋章というかその旗 の, そのチェッカーフラッグみたいなこう水色と白のそれから来てるっていう話です、はい、でその数年後にそのイラストの、うん、あのプロペラ機の、うん、BMW で入ってる、はいはいはい、あれで広告を売って、うん、それがこう盛り上がったというか、でそれに乗っかったっていう話、後付けされちゃった感じなんだねらしいですよ、そ, まあ、それも諸説あるんですけど、そのニュースではなんかその BMW のクラシック担当の人がオフィシャルでそうだって言ってるって言ってました、はい、で BMW ってのはこれバイエルの、あ、そうですよね、モーター、はい、なんていうの、これフェイク、多分ドイツ語ですよね、フェイク、はい、ドイツ語ですよ、はい、その前身、工場っていう会社って意味ですよね、その前身のなんかラップ、から来てるらしいですよ、あ、そうですか、はい、そうです、勉強になります、土方さんにへーって言ってほしくって、なんかないからなんかないから勉強になります、はい、そういうニュースを見ました、はい、で最近これちょっと変わってるんですよね、変わってます、はい、ちょっとモダンなエンブレムに、はい、最新のモデルだとなってる、そうですね、はい、うん、そんな僕のどうでもいい話です。いえいえ、そんなことないです、はい、ありがとうございます。そして横に回っていくと、うん、はい、横もなんかサテンのパーツが出てたり、ホイールもなんかめっちゃかっこいいですね、これかっこいいですよね、はい、あのこれよくよく見ると、はい、これマットなんですよ、質感が、はい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 、で天面がちょっとこう、そうブラッシュド的な、ブラッシュド的な感じですよ、はい、でなんか生で見てもらうのが一番いいんですけど、そうですね、すごく凝ったデザインで、なんていうんですか、はい、こう立体感もあり、そうあの多分映像だと分かりづらいと思うんですけど、はい、ちょっと鋳造っぽくない、鋳造ですよねこれは、鋳造だと思いますね、鋳造、ね、はい、っぽくない、なんかちょっと複雑なデザインで、うん、そうですね、はい、うん、そしてちゃんとこのブレーキも M たる証が、そうなんですよ、はい、このブルーのキャリパーが、そうですね、はい、ついてると、サイズ的にははい、20インチですね、20インチなんですね、そう、もうなんか車が大きすぎて、うん、20インチに見えないですね、はい、でフロントが245号です、うん、すごい、はい、そして横に行くとこういうダクトとか、はい、この辺のモールとかもサテンで統一しちゃって、うん、そうですね、ちょっとミラーがやっぱり違う色ってなんかちょっとスポーティーですね、そう、すごくいいですね、はい、ただ形はこうちょっとこう M っぽくはしないんですね、しないですよね、はい、なんかもうちょっとこう、はい、なんていうんですか、はいはいはい、足を出した感じの尖ったりとか、あ、そうです、足がこう出したりとか、うん、はい、っていうデザインでもいいのかなと思うんですけども、はい、でも結局こうお、ビッグセダンなんで、はい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 、最終こうなっちゃうんですかね、なるほど、うん、いやでも7シリーズのこの大きなボディにすごく、はい、似合ってて、でやっぱりいろんなハイテク装備が7シリーズといえば、そうです、もう満載ですね、はい、やっぱりカメラがついてたりとか、はいはい、してるわけですね、うん、でこの辺窓枠とかも全部黒なんですね、そうなんですよ、はい、これが、まあ、元来 M スポーツだったりとか、はい、M だったりっていうのは、はい、で代々こう、はい、ブラックアウトされてるモールっていうのが基本なので、うん、だ結構後からみんな黒にしたりとかって、そうですそうです、はい、でこれはもう7シリーズだけど窓枠は全部最初から黒かったり、うん、そうですね、はい、でこのドアノブの取っ手なんかにも結構、うん、サテンのパーツが、そうなんですよ、はい、加わってたりするんですよ、はい、ワンポイントで、そして内装でも触れたいと思いますけど、やっぱりサイズ感がおかしいですこのリアドアの長さ、はい、はい、これがロングな、かなり長いですよね、かなり長いです、はいはい、すごいです、もうなんかキャビンのデカさが、そう、はい、ね、ここだけのためのロングですからね、はいはいはい、あ、ここだけでロングになってるわけですね、そうです、あと全部一緒ですもんね、基本は一緒です、そしてリアに回っていくと、はい、ここが760たるところですよね、そうです、はいはい、すごい主張してます三千と輝く、はいはい、最近でもないですよね、あんまりないですね、もうそもそも V12 が少ないし、うん、こうピラーにこうなんかこうドヤっていう感じで V12 っていうのもなんか昔140のベンツかなんかも、ね、そう、ありましたね、はい、メルセデスなんかも貼ってありましたけど、うん、最近はなかなかないんで、そうですよね、うん、はい、でリアが今回ちょっと正直残念ポイントをお知らせすると、はい、ちょっとガリちゃってると、ちょっとガリちゃってます、はい、まあ、この辺はご希望であれば、はい、お直しも、はいはい、リペアで可能な状態ですね、はい、そしてリアに回っていくと、はい、リアもなんか、うん、押し出し感がすごいです、はいはい、ですね、はい、ただ M って言ってもスポイラーなんかはやっぱりついてないんですね、ついてないです、でも、はい、うん、スルンとした、はい、そしてこの辺サテンのモールが入ってたりとか、そうです、はい、であと、はい、マフラーカッターですけど、はい、これもサテンですね、
ジェントルな感じの形ですけど、うん、はい、しっかりこう4本出しというか、うん、はい、ちょっとスポーティーさも演出しつつ、そうですね、はい、そして X ドライブということで4駆なんですね、はい、4駆です、はい、これ漏れなく4駆になるんですか。漏れなく4駆です、760は。そうなんですね、はい、なるほど、うん、これだけのパワーなんで、これだけと言ったらあれですけど、はい、すごいパワーなんで、ね、はいはいはい、受け止めるにはやっぱりもう4駆ですね。なんか600馬力超え、600馬力超えです、はい、はい、まあ4駆じゃないと受け止められないんじゃないかっていう。そうですね、はい、そしてこの辺のエンブレムも同じようにサテンで、うん、はい、はい、なんか大きさがいいですよね。そうですね、なんかちっちゃいじゃないですか、はい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 、はい、エンブレムだけ見ると、はいはい、ただここの幅は意外とこの現行なこの型の760ってないんですよ、はいはいはい、だからちょうどいい感じですね。確かにサイズ感、バランス感がすごく、はい、そしてこの M がかなり誇らしげに、うん、そう、はい、しっかり装着されてます、うん、ね、はい、まあ、色使いが上手だなと思います。すごいですね、なんかこのサイズ感もすごいし、はい、このスポーティーさとなんか高級感がこ う, うまくマッチしてる、マッチしてますね、はい、ただほら、来たかっていう土、あの残念ポイント、はい、ああ、まあ、これが嫌なんですよ。さっきの下見でもちょっと話してましたけど、はい、なんか色合いと形がどうも僕こうちょっと取ってつけた感ありますよね。そうですよね、もうちょっと一体感を出してほしかったっていう、はいはい、そんな感じはあります。ただそこはやっぱりボンドグループの、はいはい、出番です。出番ですねこういうところこそ出番なので、ですね、はいはい、うん、ちょっとこうスモークペイントしてトーン落としたりだとかかっこいいですよね、はい、それだけでもイメージかなり変わるんで、埋めちゃうとちょっと車検の問題もあるんで。そうなんですよね、はい、まあ、うん、物理的にはできますけど、はいはい、まあ、おすすめはちょっとスモークペイントでトーン落としたりがいいんじゃないかなっていう、はい、はい、いやすごいです。なんかもうさ、もう語彙力がないんですごいしか言ってないですけど外観でこんなすごいのありますよ本当に、ね、圧倒されますよね、はい、うん、ちょっといろいろサイズ感がこう僕の知ってる見慣れたあの BMW ってせいぜい5シリーズぐらいまでなんで。そうですね、はい、こう来たかっていう、うん、はい、だ通常の7シリーズのレギュラーボディ見ても、はい、なんか堂々たるこう、はい、風格ってあるじゃないですか、はい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 、それがさらにねストレッチされてますからすごいはい、ちょっとじゃあ続いて内装も見てみたいと思います。内装がなんとじゃーん、すごい。これちょっと下見でも確認しましたけど、これ本当にインディビジュアルじゃないんですよね。違うんですよ、これが標準で選べるというか。そうなんです、はい、こうブラウンとウッドとステッチと、はいはい、なんかもうイギリス車のなんかそうちょっと高額な車両の作りに負けないぐらいなんか、はい、もう全部だってレザーじゃないですか。そうなんですよ、うん、あ、ボタンとかもサテンなんですね、はい、メキとか黒じゃないんですね、うん、めちゃくちゃ高級感ありますね、はい、ウッドもなんかちょっと、うん、この木目が、うん、かっこいい。なんか、はい、今までの BM から刷新されたというか、はい、いろんなところが、はい、あのいい意味でですよ、はい、いい意味でBM らしくないんですよ。あ、ちょっと僕それ感じました。やっぱり、はい、ですよね。ぽくないなっていう、うん、はい、なんですけどそれがいい方に出てるので、はいはいはい、ありなんですよね、まあ、そんな言うほど知らないですけど、うん、はい、すごい。そしてこの辺の、はい、バワーズ&ウィルキンス覚えました、はいはいはい、のオーディオシステムがついてたりだとか、うん、はい、そしてスカフプレートも、はい、V12、はい、これ光ってるんですよね。光ってます、はいはい、主張強すぎます、はい、で中のレザーもすごいです半端じゃないです、はい、ステッチがなんかボッテガみたいじゃんっていうカメラマンのコメントもありましたけど、こんなステッチというかパイピングというか、はい、すごいっすね。あ、でこの何ですか、このステッチ的なのもちょっと違うんですね、うん、違うんですよ。なんていうんですか、こう普通にダイヤモンドの形じゃないので、よく見るとあのすごく凝ってるんですよね。でこう体に触れる部分は全部パンチングで、はいはい、でダッシュボードなんかも当然全部レザー。そうですね、いやすごいな。これちょっと乗ってみてもいいでしょうか。どうぞ、はい、ちょっとさすがに760ロング初体験でございます。はい、はい、よいしょ。うわ超ゆったり、うん、いやこれすごいっすね。ね、ステアリングはちょっとこの M マークが入ってて、はいはい、ちょっとスポーティーですけど、はい、はい、レザーの質感とかっていうか車の中の匂いがもうすごいレザーの匂い、うん、はい、本当にイギリス車みたいな。本当なんですよ、はい、そうなんですよ、もう全部レザー、うん、そしてメーターも、はい、前期はこの何ですかトリムというか、はいはい、がついてるメーターになるんですよね、うん、そうです、はい、けど全部ブレーキ賞っていう。そうです、はいはい、
そしてなんかちょっと大きめなパドルがやっぱりこうスポーティーさも演出しつつ、そうですね、はい、でもやっぱり BMW ですから、うん、この辺のハイテク装備は、はいはい、あ、ステアリングヒーターももう当然のように、当然のように、はいはい、ついてますね、はいはい、ただまあ基本的なこう操作関係はやっぱり BMW ですから、うん、はい、かなり使いやすい感じじゃないでしょうか。そうですね、オーディオとか、はい、見た通りで、はい、想像している通りに触ってもらえれば動かせるっていう配置と、はい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 、あの設定ですね、はい、ただこの辺も全部このサテンとか、そうなんですよ、シルバーでオーディオですらこの高級感が、そう、はい、もう抜かりはないですよね。そしてこの辺のスイッチ類、この辺は、まあ、共通でありながらちょっとデザインはちょっとやっぱ、うん、はい、あ、こんなところにも入ってるんですね、はい、主張しすぎですよね、はい、いやでもこれは主張していいですよ、なんか、はい、でも嬉しいですよね。そうですね、今時こういうのないじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱりこの乗り手に訴えかけるこういう演出も、はいはい、そしてドリンクホルダーと、うん、はい、この辺は、はいはい、小物入れと、そうですね、はい、うん、これ置くだけの充電とかはついてないんですよね。これはね、なかったかな。なるほど、うん、はい、しっかりこの辺の、あ、これも2段階です。2段階なんですね。そうです。そしてこの辺もしっかりウッドで、はい、はい、うん、もうこの全部レザーですね。全部レザーですよ、この下も、うん、はい、で、はい、ここのレザーから立ち上がりがもうアルカンタル、はい、わあ、すごくないですか、色すごいです、はい、茶色いアルカン、そうです、はい、かっこいいです。バイザーとかも全部じゃないですか。そうです。あ、中のこの、はい、これも全部茶色なんですね、はい、茶色なんですよ、すごい、うん、ここがあのちょっとアイボリーだったり黒だったりっていう車はあるじゃないですか、これも全部同色です。うわ、はい、でこのルームミラーと、はい、ルームミラーじゃない、ルームランプと、そうです、これあれですよね、ミラー下、そう、はい、ついちゃいましたね、言おうと思ったんですけど、はい、ちょっと確かめましょう、はい、はい、ルームランプもこの、はい、導くようにこの、そうなんですよ、はい、照らしてくれるんですよね。そうです、導くより。でこの大きいサンルーフと、うん、はい、一応パノラマです。はい、で後ろのガラスは開閉はしないですけど、はい、開放感たっぷりです。なるほど。うん、シェードの開け閉めだけってことですね。そうです、はい。そしてシートがもうとにかくすごいです。うん、ね、はい。若干大きいですか？大きいですね。大きいと思います。大きいし厚みがあるので、はいはいはい、あのなんていうんですか、安っぽい感じはしないですね。はい、安い車じゃないんで当たり前なんですけど、はいはい、ホールド感強くてでも厚みを感じるので。はい、もう包み込まれるような、そういう感じです、はい、安心な感じです。サイドサポートとか全然張り出してないんで、はい、すごくゆったり、そうですね、はい、でペダルも僕ペダルこだわる派なんで、はいはい、ペダルもちゃんとステンレスとゴムの、はい、フットレストも良くないですか、はい、はい、いいです、はい、大きいですね、フットレストも大きいですよね、はい、なんかこれぞ BM って感じです、はい、うん、そしてシートはもう当然フルパワーの、ベンチレーションもついてるんですか、ね、はい、ついてます、はい、シートヒーター&ベンチレーションで、マッサージもついてる感じですか、これ。もちろんついてます。抜かりないですね。抜かりないです、はい、内装、あとはこの辺ですか、はい、はい、アームレストの中と、うん、はい、はい、USB と、あ、割とシガーソケット、はい、こちらカードホルダーみたいなものがありますね。カードホルダーなんですね、はい、なるほど、うん、すごい、あ、ちゃんとこの中も照らすようになってるんですね、はい、すごい、うん、いやー、わあ、本当にイギリス車じゃないですか。でしょ。だから、はい、そういうところレベルが、まあ、細かいところが違うんですよ、全然。このドアポケの中もレザーなんですか。ちゃんとね、ちょっとかけたいと思います。はいはい、僕ちょっと BMW V10 に初めてじゃないか、うん。あ、これちょっとボンネットでも触れますけど、ロールスとまさかの同じエンジンっていう、うん、ですよね、うん、はい。よく知ってんなって顔。よく知ってますね。はい、はいはい、ちょっとだけ勉強してきました、はい、今回。はい、わあ。すごい、うん、もう滑らかさが伝わってきますね、はい、そしてメーターはやっぱりフル液晶で、はいはい、見やすい感じです。これモード切り替えとかもついてるんですか。ついてます、はい、あ、なるほど、うん、スポーツ、はい、コンフォートとエコプロ、エコプロ、はい、あ、さすがにこうスポーツプラスとか、うん、はい、ね、レースじゃないですけど、そういうちょっと過激な方というよりかはエコとこう、はい、そうですね、コンフォートが、はいはい、でこれでメーターも変わったりする感じですか。そうです、やっぱりそうなんですね、うん、わあ、ちょっとエコモードがかっこいい、これちょっと青で、ね、はい、でも、はい、スポーツモードにすると、はい、雰囲気もそうなんですけど、はい、走りも全く変わります。すごいですよ、全く違うんで、ちょっともうそこまで言われると乗ってみたいんですけど、うん、今回は残念ながら、うん、ちょっとね、はい、ちょっと時間の都合もあって、時間も都合もあり、はい、市場は土砂降りだし、ああ、そうですね、ちょっと天候もあるんで、はい、今回はちょっと市場がなしな感じなんですけど、そうですね、はい、走りもちょっと、うん、
いやでもちょっとこれ走ってみたいと思いますよ。思いますよね、はい、もうこの装備となんか演出と、はい、このエンジンとって聞いたら、はいはい、え、これってどうなんですか、前乗るのが正解なんですか、後ろ乗るのが正解なんですか、両方ですよ、 どっちも正解ですね、両方正解の車ですよ、両方正解の車です、はい、運転、まあ、僕ら当然仕事で乗りますけど、はい、乗っても楽しいし、はい、後ろ試しに乗りした時もすごくいい感じです、はい、もう何でも濃いです、何でも濃いです、いやもうマッサージが最高です、はい、そしてもうこのさすがの視認性、うん、はい、でかいフロントガラスも、はい、間違いない、いいですよ、いいです、はい、最高です、この辺も、はい、BM って、はい、あのエアミクスチャーがついてるじゃないですか、もともとそう、これタッチなんですよ全部、今ほら本当だ、ほらほらほらね本当だね、昔はここにこう赤青ってありましたけど、これが全部エアミクスチャーもタッチパネルになってます、でこの辺ももうさすがですね、この辺、はい、BMW 全部タッチパネルで使えます、一、はい、つ、はい、これ BM もそれついてるのっていうポイントがあって、あーなんかパフュームアトマイザー、あ、そうですそうです、はい、あ、匂いが出るやつですよね、つまんないな、そうなんですよ、はい、さっき予習しちゃいました、そうです、これです、はい、アロマ出せ、はい、アロマボックスがついてるので、はい、これで香りを2つ、はい、常備2つの状態です、はい、あ、そうなんですね、ベンツとかだと1つのボトルじゃないですか、はい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 、BM は2種類を入れてて選ぶことができます、あ、そうなんですね、そうなんです、それはちょっとほのかにこうエアコンの風が、そうです、香るんですよね、はい、はい、なんでちょっとこう清々しい気持ちになったり、いいですよ、しちゃったりします、はい、いや装備がすごい、え、はい、インディビジュアルって書いてある、うん、インディビジュアルって書いてあるんだけど、はい、760はもうこれが標準設定になっちゃってる、なるほど、うん、だからオプションじゃないのよ、標準でそれが選べるってもう本当にやってることがイギリス車じゃないですか、そう、本当に、はい、だこの車でインテリアで選ぶって言ったら、はい、ルーフアルカンタラの色ぐらいです、はい、もうあとはもう全部ついちゃってるので、もうなんかこう抑えて安くするとかっていう、はい、そういうんじゃないですね、はい、もうあえてフルオプションの状態で吊るしになってますいやでも高級車ってそういうの結構、はい、ありますよね、そうですよね、メーカーがもう考えられる装備、はい、全てをパッケージとして車として完成させてどうぞみたいな感じですね、はいはい、いやこれはでもフラッグシップですから、はい、いや本当にそうですよね、うん、はい、いやすごいすごい感じですなんかもう BM でそう来たかっていうのもあるし、うん、はい、そっちあのワクワクが止まらないけど、はい、リアシート行こうよ、早く行きましょう、はい、ちょっとリアも乗ってみたいと思いますそしてこれピラーのこのカーボンコアはまさか、そうなんですよ、はい、M8 グランクーペの時のグランクーペもあったように、はい、この車もそうなんですよ、はい、もうちょっとこう情報量が多すぎてわけがわからないですもん、はい、もう BMW で信じられないぐらいなんか高級だし、うん、至る所にこうちょっとスポーツテイスト入ってるし、そうですよね、はい、びっくりです、なんかいいとこ取りです、肝心のリアを、はい、はい、もうなんか クーペのドアじゃないですかこれ本当ですねドアが、そしてリアもすごいですね、同様のこのステッチとレザーと、はい、はい、これまたブラウンっていうのがいいですよね、黒じゃなくて、うん、ね、はい、なんかこう演出というか、はい、はい、すごい、ちょっとリア乗ってみていいでしょうか、はい、はい、乗ってみましょう、これなんかついてる、わあ、なんかこういう動きもこのドアのこの灰皿すか、そうです、この辺の動きもこう全部ゆっくりでシューっていう、そうなんですよ、赤とかじゃないですもんね、うん、はい、もう本当にお手本のような高級車、そう、はい、わ、リアすごいまずあのちょっとスペースが半端じゃないですね、はい、あの座高の座高マックス僕としては信じられないぐらいシートを後ろにしたんですけど、うん、それでもこれ、そう、はい、え、 S のロングとなんかね、 S のロングで足元広く感じるんですよ、僕ちょっとそのぐらいある気がします、そう、はい、なんか遊んじゃいます僕、うん、足が全然ちょっとシート高めですかね、高めです、はい、アイポイントを こういう感じじゃないですよね、そう、アイポイントを高くしてるっていうのと、はい、あとはあのロングボディなので、はい、リアシート動くじゃないですか、はい、その時に、はい、ゆったり乗れるような、あ、
考えられてます。今現状だとアイポイント高いですけど、はいはい、すこの位置ですあの座ってもらうと、はい、リアシートの方も絶対車用意しないです、はい、なるほど、前が見えるんで だいぶ高いですよね。だいぶ高いです。前のシートの、うん、はい、このヘッドレストがそう、もう目線がもう ここですもんね。そうなんですよ、はい、だからちょっとこう首をずらすと前が全部見える感じです、はい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 、よいしょって感じじゃないですもんね。そうなのにちょっとで全部見えちゃう感じなのに、はい、世界一座高の高い土でも頭大丈夫でしょう、はい、そうですね、うん、はい、大丈夫です。全然大丈夫、ギリですね、ギリです。すごい、とにかく広い、はい、はい、そしてこのモニターとか、なんか どっから触れていくのかちょっとどっから触れますかね、はい、多すぎて情報が、はい、ちょっと本当に どうします、うん、まずここの、はい、エアコン操作パネル、はい、フロントと一緒です、はい、でシートヒーター、はい、ベンチレーションシート、当然のようについてます、当然のようについてます。下手したらこれが前で完結しちゃってる車の方が多いですよ、うん、だと思いますよね普通ね、はい、なんでその辺は抜かりないですね、はい、であと、はい、これ後ろにもなんかディスク入るんですか。そうなんです、後ろに入ります、うん、あでイヤホンジャックもついてて、そうです、はい、うん、ここにシガモにケーブルついてるんですか、はい、そうです。充電もちゃんと取れますと、うん、いう感じになってます。今気づいたんですけど、これカーペットも全部茶色なんですね、はい、そうなんですよ。マットもそう、はい、この色って意外とありそうでなくて、はい、ブラウンっていうよりも、はい、なんか匂いによっては赤茶っぽかったりとか、多分2つ並べると全然違うんですけど、はいはい、この車だけ見て、はい、なんとなく想像すると、はい、ポルシェのテラコッタ風な感じもしなくもない。テラコッタかわからないです。あ、そうですか。もうちょっと赤が入った赤茶、はい、まあ、あのテラコッタそのままレンガ、はい、レンガ色ってことなんですけど、はい、っていう雰囲気に近い、はい、あの重すぎないブラウンですね。すごくでも目が疲れない、はいはいはい、不思議な感じです。あ、そうですね、あんまり明るすぎてもこう目疲れちゃいますから、ね、そう、インパクトはすごいですけど、そうですね、すごく落ち着いてます。そしてこの主張がすごい、うん、はい、コンソール、はいはい、コンソールというべきか、うん、はい、アームレストというべきか、はいはい、これは持ち上がるんですか、そもそも、そもそもが持ち上がるんです。なるほど、はい、あ、じゃあ5人乗りなんですね。5人乗りですよ、はい、土地の大好きな5人乗りです、はい、5人乗りいいですよね。いいっす、いいっす、はい、でもなんかこの豪華なアームレストを見ちゃうと、はいはい、4人乗りでもいいかなっていう。そうですね、すごい、うん、はい、あ、でここに、はい、うん、シートの、そうです、調整がついております。このでも足元スペースだと相当調整幅いきますよ、ね、いや、すごくすごい、うん、覚えてる、いいでしょ。ヘッドレストとかもめちゃいいじゃないですか、これ。なんですかこれ、最高です、うん、最高です、最高です、もうふわふわ、うん、はい、ちょっと見てほら、はい、なんですか、え、それもこれで変えられるんですかなんかあのそこまでって感じしちゃうんですけど、はい、なんかこうここまでやらせんだみたいな、すごくないですか。すごいっす、はい、いや椅子いいなこれ、シート、うん、はい、このちょっと意外な高さがいいです、うん、はい、そしてなんかこの辺とかすごい、ここなんですよ。何ですかこれ、いいっすか、はい、ほら、え、なんですかこれ、タブレットなんですよ、この車を操作するための普通にタブレットっすね、ホームボタンと、そうです、はい、え、じゃあ取れるってことですか、はい、そうです。どうやって取るんですか、これ、それです、これですか、はい、今はまだ行かないかな、あ、来た、これを取る動作すら全部電動なんですね。そうです、素晴らしい。あ、で置くと同時に充電されるタイプですか。そうです、そうです。え、これで何ができるんですか。リアシートから車のいろんな設定ができます、はい、あ、じゃあもうこれ畳んでていいわけですね。そうです。接続しないですよ、うん、なんで壊しちゃったかもしれないです。そんなことないあ、置くともう勝手にこう勝手にキャッチしてくれるんですか。そうなんですよ。ちょっとこの接続待ちましょう、うん、待ちましょう、はい、そしてこの中はわ、すごい、うん、結構なサイズの収納もついてて、ね、うん、はい、そして寄り道していいですか、はい、はい、この辺のモニターもわ、でかっ、はい、うん、この辺でもう一通り、うん、はい、出せるわけですね。そうです、ナビから、はい、出ました、はい、ビジュアルから、はい、これ接続すると、はい、車両と接続さっきしましたで出てたのにもう一回、はい、ね、ごめんなさい、設定ちょっと、うん、そうやって前にこう身を乗り出しても余裕ですね、なんか、はい、よいしょって感じじゃないですもん。全然余裕です、はい、もうなんかサイズ感がセダンじゃないですね、なんか、うん、ミニバンっていうのはちょっと言い過ぎですけど、はい、本当にそれぐらい広い、うん、
あ、出ました、はい、マルチメディア、エアコン、シート。そうです、はい、え、これも、え、どう、あ、ちょっと待ってください。どうやっていけばいいですか。あ、へえ、すごい。そしてここにも V12 って入ってるんですか。そうなんですよ、人強っ。あ、このサンシェードとかも、はい、え、この辺も、わあ、すごくないですか。すごいです、はい、はい、え、この辺とかもですか、うん、わあ、すごい、うん、え、前もですか。前もすごい、うん、あ、全部開けるとかも出るんですね、はい、そうですよ、すべて閉めるもん、全部開ける、すごい、わあ、後ろもすごいですね。こんなのついてるんですね。そうなんですよ。はあ。でね、もう普通にタブレットしてるの、本当に。そう。はい、で、はい、これ、はい、が全てきめ細かく。ああ、なるほどなるほどなるほど。はい。バンペンツでいうアンビエントライト、はいはいはい、インテリアライトなんですけど、これも調整できます。はい、で、ここも、そこがなんすかそれ。え、照明ですよこれ。ちょっとほら消えた。消えた。これ、こんなの見たことないですよ、僕。すごいでしょ、はい、で実はここもついてるんですよ。これが BM らしくないんですけど、なんか、はい、いや、全然いいじゃんみたいな。これ、っていうか、スピーカーのこのグリルもめちゃめちゃおしゃれですね。かっこいいですよね、はい、うん、このなんかちょっとこう、なんかはい、メルセデスも最近そのね、あのブルメスターを引き出せたりとかっていうのもありますし、はい、あの車のもうなんか装備に僕の語彙力が追いついてないです、はい、なんて表現していいのかもう全く分かんないです、はいはい、もうなんか本当に全部ついてますっていう感じです。そうなんですよ、はい、素晴らしい感じですよ。いや、これはいいっすよ、うん、あ、この辺とかも全部レザーで、はい、うん、はあ、これか。あ、あ、あ、シート結構下がりますね、これ。そう、下がります、下がります。あ、来た、これで、ほら、全部あ、来た。あ、あ、そういうことなんですか、はい、あ、それ助手席だけついてる。これね、助手席だけっていうか、はい、運転席の斜め後ろ、はい、助手席側の後ろが、はい、当然 VIP 用の席じゃないですか、はいはい、ですよね、ですよね。だからここにオットマンついてる。これさ、なんでこれ違うのかなと思ったんですよ、ここの、これね、この収納が、これね、はい、僕これ、はい、好きなんですけど、はい、こっから出るのってふくらはぎ疲れません、はい、あ、でもこれって新幹線なんかと飛行あとか一緒で、はい、こうやって乗せられるからすごい楽なんですよ、はい、で、あ、なるほど。車によってはこう出るところがちょっと微妙で、こうなっちゃうのありますよね。そう、こうなっちゃうの、ここが出て、はい、こっちがつま先が上がっちゃうんで、はいはいはい、使いづらいんですよ、はい、これだとこうやってすごい楽なんですよ。これすごいでしょ。すごいです。別に僕が考えたわけじゃないんですけど、すごいなと思いました。あ、そういうことなんですね。そう、いや、なんか違うのかなと。使うとこれがすごい楽なんですよ、はい、全部これで動くんですよ、細かく。あ、なるほど、うん、このだってちゃんとまずこう土足が乗せられないし、そのクオリティじゃ僕、うん、はい、ね、気になりますよね。全部レザーでステッチ加えて、そう、あ、ちゃんと取った方がよかったね。そう、これ全部しっかりレザーです。ここフルレザー。まあでもこの辺乗る方は全然そんなの気にせず、はい、ガンって乗っちゃうのかな、はい、僕はあの、僕はまず靴脱ぎます。下々なんでそういうことできないです。僕だったら靴脱ぎます。はい、いやー、最高です。はい、こんなにいいんですね。こんなにいいんですよ。でね、開放感というか、はい、なんかね、なんか憎いのが、はい、なんかこれいろんな強度あってこういう風になってるのかもしれないですけど、はい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 、なんかね、すごく開放感があるんですよ、はい、なんですかね、なんかなんともこう表現しがたいんですけど、現車見てもらうしかないんですけど、サンルーフ、パノラマの開放感とか。いや、もうでもこれだ、この今カメラに映ってるこの視界だけだと本当に BM でこれあんのっていう感じですよね、はあ、いや本当すごいと思います。本当にいい意味でこれ BMW っていう感じですね、うん、そうなんですよ。すごい、最高です。この辺とかも全部ウッドなんですね。そうです。シートベルトもだって茶色じゃないですか。はい、ちゃんとこのベルト通すこれもついてて、そう、はい、
後ろのこの C ピラーも全部バックスキン、バックスキンというかアルカンターラ、うん、ちょっとこのヘッドレストいいっすよ、うん、じゃあとりあえずこれで小1時間サボっていいですか。はい、ゆっくりしてもらってこの車は本当すごいですね。すごいと思いますね。あれこれ新車で2400万とかですね。はい、いやそのぐらいしますねこれは。しますね、はい、これはこれだけです、うん、いや最高な車です。はい、はい、ちょっとじゃあ続いてトランクもちょっと見てみたいと思います。はい、はい、ちょっとじゃあ開けますね、はい、広い、うん、広いっすね。もう奥行きもそうだし、うん、BM って割とこの辺が使えるじゃないですか。はい、まあ、S クラスとかもそうですけど。そうですね、この辺下げたと、うん、もうゴルフバッグ余裕で2つ入ります。はい、横も相当長いのも入っちゃうんですよね。そうですね、うん、十分だと思う。なるほど。でもこの辺はもう当然のようについてて、はい、はい、なんかでも室内車内のなんか感じからするとトランクってもなんか全然別なんですね。なんか茶色になってるのかなと思いきや。そういうことですか。はい、うん、なってないですね。なってないんですね。なんか開けるとなんか地味な感じしますね。はいはい、760たるところがちょっとあんまり見えない。なんかね、うん、はい、これは多分こうカーペットも敷き詰めてある状態ですね。あ、下から開けたりとかもないんですか。はい、はい、であとこっちの左側、はいはいはい、運転席側が救急セットが入ってます、はい、もう本当にシンプルに荷室として、うん、そうです、使うっていう。そうですね、はい、あとこちらがちょっとした小物が入りますと。なるほど、はい、でもこれだけ容量あれば、うん、はい、かなり詰めますね。十分ですよ、はい、本当にザ・ビッグセダンって感じの、うん、そうですね、はい、大容量のトランクで、うん、はい、開口部も大きくていいっすね。はい、はい、なるほど、使い勝手がいいです。じゃあエンジンルームもちょっと見てみたいと思います。はい、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。出たー、あ、 M パフォーマンスが入ってるんですね。入ってます。これが噂のなんとロールスとかにも、はい、同じのが積まれている。そうですね、はいはい、最近珍しい V12、はい、しかもだいたい V12 ってこうマックス 6000cc ぐらいかなと思いきや、そうですね、なんと6600、はいはい、メルセデスの V12 よりも、はい、そこ張り合ってるのかどうか分からないですけど、はい、さらに上を行く排気量の、そうですね、はい、のツインターボ、はい、V12 でツインターボですから、はいはい、ポテンシャルもどんだけあるんだ。本当ですよね、思っちゃうぐらい、うん、はい、で馬力が600馬力オーバー。そうです、610馬力ぐらい、はい、もう2トンオーバーのこの車両をぐいぐい前に。そうですね、はい、もう全然軽いです、はい、そして僕いろいろ本当に今回ちょっと勉強しようと思って調べたんですけど、これ V12 なんかもうこれ専用というかなんですね、ほとんどっていうのは。僕 BM って言ったらもう直六のイメージが多少あったんで、はい、直六で V12 になってるのかなと思ったんですよ、はい、で部品結構調べたんですけど、はい、これはもうこれで、はいはい、専用成立してる専用のやつなんですね。あ、そうなんですか、はい、V8 とかのなんかピストンとかとなんか一部共通だったりするんですけど、はい、基本的にはこの V12 でほぼ専用。うーん、はい、ワーゲンとかってこう VR6 とかで、そうですね、はい、ありましたね、ありましたね、うん、6気筒でこう2つ並べて W12 みたいな、はい、そうです、そうです、はい、うん、その流れで行くんかなと思ったら、うん、もう全然別の、あ、はい、なるほど、みたいですね。うーん、そしてさすがにこの大きいボディでも、うん、V12 ツインターボだともうパンパンっていう、うん、パンパンです、はい、全然こうスペースがない。そうですね、はい、ただやっぱりこの辺のちょっと剛性ありそうなアッパーとか、うん、そうです、はい、なんかその辺はやっぱりさすが BMW だなって感じはしますね、うん、はい、なんかこう、まあ、しょうがないんですけど、はい、こう見えないじゃないですか、はいはいはい、こうカバーリングがすごいので、はいはい、こういうところはちょっと残念なんですけどね。あ、なんか BM ってこう見せてもかっこいいので、はい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 、直六とか本当かっこいいですよね。かっこいいですよね、はい、うん、インテークとかこう、そうレイアウトをきれいに考えてるんで、はいはい、確かにそういうのをちょっと期待するとちょっとこのカバーだらけなのはちょっと、でも車のキャラクター的に言うとこれ正解なのかなと思いますね。 そうですね、高さもすごいですね、なんかもう、うん、出ちゃってる、はい、出ちゃってます。はいや、すごいです、これはすごいですよ、うん、もうないですよね、多分もうないですよね、うん、もう絶滅危惧種ですからって言われてますもんね、はい、今後はなかなか難しいと思います、はいはいはい、どんどんダウンサイジングされてて、うん、はい、まあ、せいぜい V8 とか V6 とか。そうですね、悲しいですけどね。そうですね、うん、いやもう本当に名車になりそうな、名車になります、はい、乗っておきたい一台ですよね。そうっすね、そう、いやこれは今回すごい車ですよ。すごいです、本当にすごいですよ、
すごいしか出ないんだよね、さっきからね。もう語彙力が車追いついてってないんですよ。大丈夫、なんか見てる人つまんないって言われないけど、すごいしか言わないじゃないか、二人して。いや、もうすごいしか言わねえなっていうのはもう何回も言われてます、コメントで、はい、語彙力がないんで、はいはい、いやいや、でもすごい車なんで、はい、じゃあ続いてちょっと店頭周りも見てみたいと思います。もうなんかちょっと BMW も定番というか、はいはい、このリングが光って、はいはい、でロービームがこの LED が光る感じですかね、はい、はい、うん、でハイビームはそれがそのまま、あ、でウインカーは定番のこの上が光る感じですね。で当然フォグランプはないと。そうです。でランプはちょうどスモールがこのチューブが2本光る感じでしょうか。でブレーキがこの真ん中 LED ですね、だとハイマウントが。そしてバックはこのトランク側の小さなここだけですね。でウインカーと、あ、でバックフォグがこの先端のところだけでしょうか。あ、そうですね、この先端のところだけ、はい、光る感じです。ありがとうございます。ちょっとじゃあせっかくなんで V12 サウンドもちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。まずノーマルモードです。はい、次スポーツにします。なんかスポーツにすると意外や意外すごい音してますね。すごい音しますよね。すごい音しますね、本当に、うん、走ってても、はい、結構聞こえるっていうのと、はい、あと、まあ、BM なんでスピーカーで音を室内に出してる、やっぱりついてるんですか。かもしれないです。ちょっとごめんなさい、その辺調べてないんですけど、はいはいはい、でも M5 とかついてるんですね。そうですね、はい、はい、すごくいい音が聞こえます、やかましくなく。そしてこんなにオンオフがはっきりしている車はちょっと過去最高かもしれないです、ね、そうなんですよ、はい、だからさっき言ったように、はい、モードが3つしかないですけど、はい、コンフォートとスポーツは明らかに違うんですよ、はいはいはい、それが面白いところです。もう全然別の車の排気音じゃないかっていうぐらいね、はい、本当に変わるんで。いいっすね、このちょっとジェントルな感じとレーシーな感じ、こう1台で使い分けられそうなね、いいと思います、はい、はい、というわけで毎回土方さん聞いてるんですけども、はい、この車もしいじるとすれば、うん、はい、M スポーツ部になってるので、はい、基本いじりづらいですけど、はい、当たり前のボンド当たり前の、はい、22インチ以上の余裕で入っちゃいますよね、多分。え、余裕で入っちゃいますよ、22インチぐらいだったら、はい、であとはさっきちょっとツッチとも言ってたんだけど、はい、あ、リアのリフレクター、ね、そう、はい、これをちょっとスモークかける。でテールレンズ自体も薄くスモークかけちゃう、はい、ああなるほどなるほど、うん、なるほど。でボディカラーがアズライトブラックで、はい、ブルーが入った黒なんで、はい、テールレンズをちょっとスモークかけても、はい、そんなヤバには見えないと思うので。あ、なるほど。だからちょっとさりげなく大人のいじり方がいいかなと思います、はいはい、もう他は結構かっこいいですもんね。もうそのまま窓枠とか、そう、はい、もうサテンのパーツとか。そうなんですよ、はいはい、まあ、ちょっとタイホイールだけでかなり決まりそうです、うん、はい。まあ、ホイールもアメタンいろいろ選びますから。そうですね、はいはい、相当多分かっこよくなると思います。いや、相当かっこよくなると思います、はい、ちょっとぜひぜひカスタムのご相談もいただければ、はい、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京より BMW M760Li をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。